この動画ではタロットカードの絵柄から簡単に意味を読み解き、自分で占ってみようということをお伝えしています。道家タロット占い師のめくり太郎です。大道芸人歴20年で培ったコミュニケーション能力をフルに活かし、皆さんが楽しく生きていくための占いを心がけております。今日のカードは正義、ジャスティスのカード。タロットカードって意味を覚えて占おうと思ってもなかなかカードの意味って覚えられませんよね。全部で78枚ありますからね。誰でも途中で挫折します。その悩みを解消するべく、同じ悩みを経験した私めくり太郎が、初心者の方でも簡単に意味を読み解くことができるポイントだけを絵柄からお伝えしております。動画を見てるだけでなんとなくカードの意味が頭に入る動画になっています。他の動画では他のタロットカードの覚えるポイントもお伝えしております。チャンネル登録していただくと探しやすくなります。そのためにもチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。というわけで、正義のカード。正義のカードを一言で表すと、正しい判断、正しく判断する様子が絵柄から簡単に読み取れます。5つのポイントに注目してください。カードの人物はギリシャ神話の正義の女神アストレイアがモデルになっています。職業は裁判官。裁判官はどんなことに対しても冷静で公平で偏りのない判断を求められる職業です。その職業の特徴から正しい判断の意味が読み取ることができます。女性の表情に注目してください。無表情、感情がなく冷たい感じが伝わります。しかし、正しい判断を公平にするには、主観を挟まないという強い意志が感じられます。みんなにいい顔していては正しい判断が鈍ります。女性の持っている剣と天秤は正しい判断に必要なものの象徴。天秤は公平の象徴。剣は力と懲罰の象徴。つまり、天秤で人々の罪や徳のバランスを測り、その結果、剣で罪を裁いたり、不正を正す決断をすることを表しています。正義のカードは、大アルカナ21枚中11番目のカード、中心に位置したカードです。そこからも、中心、中間、要するに、公平に判断するという、正しい決断に必要な要素を読み解くことができます。公平さは、女性の背後にある2本の柱からも読み解くことができます。2つのものの中間に位置する、物事を偏りのない目で見る公平さを表しています。ですので、正位置の読み方はとてもわかりやすいです。平等に、正しい判断ができる、しかも主観を挟まず冷静な判断ができると読めます。そして正しい判断は物事が思い通りに進むことも表しています。逆位置の読み方は、天秤が逆さになりバランスが崩れ、さらには決断するための剣も手から滑り落ちるところから迷いが増えて、なかなか決断できない、感情的になって判断に市場や偏見が入ってしまう、それにより不公平な判断をしてしまうと読むことができます。当然物事も思い通りにはいかないことも表しています。では正義、ジャスティスのカードの意味をまとめますので、よく聞いてくださいね。主観を挟まず平等に正しい判断ができれば、物事はあなたの思い通りに進んでいくが、感情的になって判断に市場や偏見が入ると、不公平な判断やなかなか決断できない状態になって、物事もあなたの思い通りにはいかないと読むことができます。読み解きワンポイントアドバイス。恋愛問題の読み解きの逆位置にこのカードが出たら不倫、キャー、略奪愛、うわー、三角関係、ドルドルドルというミステリアスな判断をしているグワーと読むと意味がわかりやすくなるグワーよ。心に迷いがあると正しい判断はできないぴょん。なぜなら感情的になってブレブレのゆらゆらになってしまうぴょん。そんな時こそこのカードの意味をもう一度思い出してほしいぴょん。正しい判断をするには、周りの気持ちや状況に流されてはいけない。他人軸で生きると、いつまでとても自分の納得した生き方はできない。自分は自分、他人は他人。自分の判断を信じろよ。頼むぜ、自分。ピョー。